はい、トマです。こんばんは。本日はですね、3周年低浮きブロックランキング、こちら見ていきたいと思います。まあ、今回は、高浮きキラーとかね、それだけついてるキャラクターも結構いるので、まあ、低浮きブロックになるとまた若干、順位変動があるかなと、まあ、いう感じです。まあ、ただね、まあ、ブロック強いキャラとか、まあ、守備強いキャラっていうのは、大抵全部できるんで、まあ、あんまり見た顔ぶれにはなるかなという感じですかね。はい、まず選定の条件見ていきましょう。技威力込みの低浮きブロック値のランキングを主に、使ってやっていきます。であとはその他能力、まあ、スキル、絆とかですかね。あとは使いやすさ、まあ、この辺も含めて僕の方でランキング化しています。であとは3周年以降のキャラクターですね、まあ、こちらを中心に抜粋してます。まあ、超フェスの夏レーザーとか翼は覗くような形で見てます。で、まあ、ランキング、まあ、どういうものかっていうのをちょっとね、見ておきたいと思うんですけれども、こちらですね、まあ、パーっていきますね。ブロックの値っていうのが、まあ、フォメ、そしてチムスキ、そしてバフ、まあ、この辺を全部なしにして、特技込みの値ですね。はい、こちらを反映したのが数値で出してます。で、そこに、つけることができる最大の技威力ですね。こちらを反映して合算した値を層として、まあ、並べ替えてます。なのでね、まあ、純粋にブロック、まあ、技威力込みで強いのは誰かっていうのをランキング化、まあ、一覧でしてます。で、その中で、使いやすさ、まあ、例えば、バルカンとかであればランキングから弾いてたりするんですけども、まあ、理由としては必殺技威力 40% っていうのの発動率が 30% っていうので、かなり低いっていうところと、あとはバルカン自体をねディフェンスで起用しないよねとかっていうところもあるので、まあ、そういう意味でランキング外としてます。はい、それでは早速見ていきましょう。まあ、今までね、もう地上ブロックも見たし高浮きブロックも見たしってとこかと思うんですが、まあ、そちらと比較してどう変わってるのかと、まあ、いうところを中心にやっていければなと思います。はい、早速見ていきましょう。第1位に関しては井川隼人ですね。はい、技威力込みの低浮きブロックのランキングとしても1位になってます。で、高浮きもね強いですね。まあ、なので浮き玉系のシュート全般に、圧倒的に強いのが今回の井川隼人っていう形になってます。なので絆も 3% 乗っけることできるし、かなり優秀なキャラクターかなと思います。まあ、不安要素としてはね、やっぱパスカットの強引なパスカット S99 には一応できるんですけど、まあ、強引なパスカットの S 自体の威力が非常に弱いというところと、本人自体のパスカット値も弱いんで、まあ、頭越されやすいですし、マッチアップしてワンツーとかパスとかされた時に、まあ、そこはね抜かれてっちゃう感じにはなるのかなというところですかね。まあ、その辺に気をつけて、まあ、うまく当て込んでいけば、シュートに関してはまあ確実に止めてくる、浮き玉シュートに関しては確実に止めるぐらいのキャラクターになってるかなと思います。はい、では続きまして第2位はゴンちゃんですね。はい、ゴンちゃんも、まあ、高浮きブロックのとこでも出てきたし、地上ブロックでも出てきたんで、まあ、簡単に言っちゃえばブロック全般できちゃうキャラクターですよというところです。まあ、フォワードキラーとペナルティエリア内のペナルティエリアマスター、まあ、こちらが両方乗れば基本的には守備全般強くなって、で、まあ、ブロックが非常にさらに強力なんで、ブロックだけしとけば、まあ、パス化も多分できちゃうし、まあ、言ったらドリブルも止めれちゃうぐらいかもしれないですね。はい、なので、まあ、このゴンちゃんに関しては、まあ、低浮きのブロックってとこまで含めて考えると、まあ、井川隼人とこのゴンちゃんは非常に優秀ですね。で、さらに絆 4% という形になってます。はい、そして第3位。第3位は、ジェンティーレ持ってきました。で、まあ、理由としては、技威力を込みした低浮きのブロックランクとしては5位なので、まあ、ちょっとね、下がるんですよ。ちょっと見ていきましょう。はい、こちらです。まあ、3位にバルカンがいて、その次にアルベルト来てるんですけども、その下に渾身 25% のジェンティーレっていう形になってます。まあ、ただアルベルトとジェンティーレっていうところをまあ比較したときに、まあ、ジェンティーの方が総合的に上かなっていったところで、まあ、今回順位をちょっと入れ替えてます。まあ、アルベルトとジェンティーレの合算のブロック値の値としては、まあ、7万9000のアルベルトに対して7万8000のジェンティーレというところで、まあ、ちょっとね、まあ、若干差があるんですけども、まあ、それでもジェンティの方が、まあ、上かなと、総合的に上かなっていうので3位にしてます。はい、まあ、やっぱりね、このジェンティーレは非常に当たりキャラだったんじゃないかなと思います。まあ、僕はねちょっと狙わなかったんですけれども、やっぱりフェスとしては自動パスカット持ちで絆も 2.5% あって、で守備全般できますよということなんで、まあ、この辺はね非常に優秀なキャラクターかなと思います。で、第4位にアルベルトっていう感じですね。デバフ 5% つけれますよっていうところで、まあ、最近流行りのデバフ
デッキっていうところにも順応できそうなのと、また浮き玉に関しては高浮きだろうが低浮きだろうがしっかり乗ってきます。でフォワードキラーなのでフォワードにもさらに強いというところで、まあ、非常に優秀なキャラクターにはなってますね。今ちょうどねブラジルガチャとかもまだやってるので、まあ、そちらでも取れるキャラクターになってるという感じです。はい、続きまして第5位、第5位に関してはカルツ持ってきました。技威力込みの低浮きのブロックランクというところで言うと7位になってます。で絆 2.5% とディフェンス全般できるといったようなところで、今回は第5位にカルツ持ってきてます。まあ、ただね高浮きのランキングではちょっとランキング外だったっていうところがあるのと、まあ、ハースがね多分止まらないキャラなので、まあ、ちょっとねその辺加味すると、まあ、低浮きのランキングには入ってくるんですが、ちょっと厳しいのかなといったような感じですかね。で実際のランキングちょっと追ってみたいと思うんですけど、まあ、ジェンティの下にいるのが、一応スーパーサブ、そして渾身 50% のジトーと。なので、まあ、このジトーはね絆が、つかないっていう点でかなりマイナスして、ランキング外にはしてるんですけども、まあ、デッキによってはねハマると思うので、こちらはお好みでデッキに合わせて使って、まあ、参考にして使っていただければなと思います。まあ、かなり強いキャラですね。ジトはもうちょこちょこランキングで今まで出てきてると思うんですけども、守備全般できちゃいますから、はい、どの守備でも確実に高い値が出てきますので、まあ、この非常に優秀なジトではあります。でその次に来てるのが PNA プラス全力全開 40% が乗った、石崎とですね。でその後にキラープラス読み勝ち 50% のアルベルトで、ブローリン、フォワードキラー 25% が乗ったブローリンと、で浮き玉キラーだけ乗ったアルベルトとかもこの辺に来てます。あとはオワイラで、またはソガという感じですね。まあ、あとはもうブロック強い順って感じなんですけども、うん、まあそう考えるとやっぱり、まあ、上位に来る顔ぶれっていうのは、まあ、ブロック、まあ、地上と高浮きと低浮き、今回で低浮きって、まあ、3種類見ていきましたけど、まあ、そんなに変わんないですね。顔ぶれ的には言ってそんな変わんないなっていうような印象なので、まあ、この辺に、ランクインしているキャラクターで持ってるやつをデッキに合わせて正直選んでいくっていうので、まあ、指して問題はないかなというような感じがしてます。まあ、特にねアルベルトとか若干かぶりなので、まあ、技のアルベルト使うのが自分のデッキに合うのか、まあ、即のアルベルトを使った方が合うのかっていうのはねデッキに合わせて考えていただければなというふうに思ってます。はい、というわけで、まあ、ブロックに関しては、このような形ですね。まあ、あとは残りパスカット、まあ、そしてキーパーといったところを、まあ、この後チェックしていく感じになるんですけども、まあ、パスカットとかはねかなり、また違うキャラの顔ぶれにはなってくるかなと思うんですけど、うん、ブロックに関して、まあ、結構同じようなキャラでしたね。またタックルも似たようなキャラクターが並んでたので、まあ、タックルとブロックに関しては結構、うん、近しいキャラクター、まあ、被りキャラクターが多かったのかなといったような印象でした。はい、いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたらぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。